静岡隅々アワーテッペン静岡テッペンテッペンとは二千十三年九月三十日から二千十九年六月十四日までテレビ静岡で生放送されていた平日午後の生活情報バラエティ番組であるステレオ放送を実施全前四百二十回放送開始から情報ワイドテッペン静岡として四年間放送し二千十七年十月二日より てっぺんに開題している。同局が平日帯の情報番組を放送するのは1977年に終了した毎静岡以来である。当番組を立ち上げるのに合わせて豆沙汰を2013年3月で終了させ、同年4月から平日15時台に月1回試験的な番組を制作してきた。番組名は富士山にちなんでてっぺんネタ。 お届けしたいとしている。本放送開始に先立ち、2013年8月26日から8月30日の15時16時に、事前 PR 番組、先出し、てっぺん、静岡を放送。また、一週間前の2013年9月23日にも、同じ時間で、てっぺん静岡一週間前が放送された。高橋が、 メインパーソナリティを務める静岡 FM 放送のラジオ番組 K-MIX モーニングラジラとの交流が深く10月14日放送の同番組で北村花江が浜松まで出向いて番組 PR を行った。また本番組中に高橋と北村が使用するマグカップも K-MIX のノベルティグッズだったが2015年6月29日から本 番組オリジナルデザインに変更された。2015年3月30日から、当番組と、17時19時の、みんなのニュース静岡を合わせたコンプレックス形式の3時間10分ワイド、静岡、てっぺんアワー、ライブをピピピを形成し、てっぺん、静岡は、その第一部となる。2015年6月26日放送分を最後に、北村が、三級に入るため番組を休養。 北村に代わって、同年6月29日より、地元、静岡市出身の堀由里子が高橋と共に司会を務めていた。2016年9月30日放送分をもって、堀が降板し、同年10月3日、放送分より、北村が産休から復帰。改変を行うごとに時間帯が遅くなっており、 2017年10月2日からは16時45分から17時53分に枠移動を拡大し番組タイトルもてっぺんに解題された。しかし裏番組も類似した形態のバラエティ番組のためか視聴率が振るわず2019年6月14日をもって本番組は終了した。その後同年6月17日から28日まで一旦 ライブニュースイット第一部を単独番組扱いで臨時フルネットして繋いだ後、7月1日より引き続き、高橋が司会の新番組、ただいま、テレビを開始した。木金曜日にいずれかが出演、テレビ静岡が情報ワイド、てっぺん、静岡を制作。MSN3K ニュース。オリジナルの2014年2月1日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20140201230544/http://snkei.jpmsn.com, region, news, 13905, szk13 9056652万 5n1htm2014 年1月21日閲覧。 2016年4月4日より開台。同日より、みんなのニュース静岡が16時50分開始になったため、当番組は10分短縮。ちなみに、この時間帯には、静岡放送、イブアイ静岡、静岡朝日テレビ、飛びっきり、静岡、静岡第一テレビ、丸ごとが放送されている。当番組開始の半年前までは、K ミックスで、夕方のラジオ番組、 ラジオザブームを担当していた。ありがとうございます。